シナリオ読み込み型創作ツール、ハチへようこそ。SCP-41。アイテム番号、SCP-4。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-42 から SCP-413 を扱う際は、適切な手順が不可欠です。各物品はレベル4セキュリティ担当者2人の承認がない限り持ち出すことを許可しません。SCP-41 に SCP-4 の他の構成物を通過させることがあってはなりません。そうした場合の効果は不明ですが、これまでの実験の代償からさらなる研究は現実的ではありません。なんであれ SCP-41 に含まれる物体が封じ込め違反を起こしたり、施設を突破することがあれば、鍵を扉の内部に運び入れ扉を閉じ、サイト62に設置された核弾頭を起爆します。権限を得ず試験区画から鍵を持ち出すことは即時解雇の理由になります。SCP-41 への通常の接触にはレベル1クリアランスが要求され、SCP-42 から SCP-413 の使用にはレベル4クリアランスが要求されます。説明。SCP-4 は古い木製の小屋の扉、SCP-41 と12個の錆びた鋼鉄製の鍵、SCP-42 から SCP-413 の束で構成されます。扉自体は、削除済み、にある廃工場の入り口です。年譜、1949年7月2日。3人の少年のグループが付近の合衆国国有地に立ち入りこの扉を発見しました。彼らの証言によると、鉄製の金庫の中から錆びた鍵の束を見つけ、どの鍵で扉を開けられるか確認したそうです。彼らのうち一人、SCP-4-CAS-1 が消失したため、少年たちは保安官に通報し、その後拘束されました。1949年7月3日、地元当局が廃工場から 8km 離れた場所で SCP-4-CAS-1 の切断された右腕を発見しました。SCP-4-CAS-1 の体の他の部分は廃工場から 32km の範囲でバラバラに発見されました。取り調べによると、拘束した少年たちは当局に鍵のうち一つでドアを開けた瞬間、SCP-4-CAS-1 がバラバラに引き裂かれそれから消えたと供述しました。この時点で財団は調査を接収しました。1949年7月4日、職員は試験のため地元当局から鍵束を受け取りました。試験の結果 SCP-42 から SCP-413 は全て大型の格子扉の鍵穴に合致しました。クラス D 職員12名が扉の効果を試験するために割り当てられました。12回の試験で被験者はそれぞれ異なる鍵で解錠し部屋に入ることを試みた結果、2人だけが生還しました。SCP-47 か SCP-412 以外の鍵を用いて扉を開けた各被験者の体は死産しましたが、それ以降1つも切断されたパーツは発見されていません。この執筆の時点で、2人の被験者だけが回復しています。SCP-4 の使用によって体がごく至近に散乱した被験者を除く。それ以外の被験者は事実上存在が消失しています。2人の生還した被験者のうち、たった1人、SCP-4-7 を使用した、が無傷で帰還しました。もう1人は硬直に近い状態で帰還し、彼は自身で部屋から脱出し床に崩れ落ち、さらに自分の目をこじり出そうとするのを制止せざるを得ませんでした。付録 A。SCP-4 精神衛生上の影響を参照。SCP-4-7 を使用した被験者は、自身が扉に付属する建物の大きさでは到底ありえないほど大きな部屋に入ったと述べました。彼の退出の後、SCP-4-1 を解放したまま固定しレベル3職員の武装した部隊を入らせました。部屋の大きさは計測不能であり、扉の枠と部屋の中の人間だけが、その部屋の中で触り、視認することができました。1949年7月16日、容疑者の少年と保安官を収容しました。1950年8月2日、は、不発弾のため、危険地区と発表し、市民の立ち入りを防ぐためフェンスを設置しました。
SCP-4-1 の配布環境の安全性を確定する試験が開始されます。1950年12月1日、SCP-4 への接触による時空間の異常が確認されます。さらなる通達まで試験は中止。1900年7月2日、SCP-4-CAS-1 のどこかの残骸が SCP-4-1 の外部に現れる。10年も前に死亡したにもかかわらず、SCP-4-CAS-1 の残骸は何らかの方法で分解されており触れると未だに温かさを保っていました。血液は凝固したままです。この残骸は試験のため再度保管します。1900年7月4日、12人の被験体の一人のどこかの残骸が SCP-4-CAS-1 と同じように出現しました。残骸は SCP-4-CAS-2 とします。SCP-4-CAS-1 及び SCP-4 を用いた CAS-2 の記録が提案されます。1999年3月21日、年前の核兵器の大規模な拡散と第三次世界大戦に備え、SCP-4-1 内部に建築を開始しました。敷地には人備軍の備蓄物資を保管することができます。1999年4月21日は SCP-4-1 内部の敷地をすべての移動可能な SCP の標本と全 SCP のデータを記録するペタバイトのデータベースの非常時保管所に拡張するよう命令。施設はこれよりサイト62と呼称されます。2000年9月25日、サイト62が稼働しました。研究所と収容ユニットは完全で、最も危険な個体を収容することも可能です。SCP データベースのバックアップも始まっています。2001年1月25日、時間の異常、下記の、時空間異常、参照、により、サイト62で勤務するすべての職員が現在、永遠に施設内に居住することを余儀なくされています。職員の家族たちには愛する人は工場事故で亡くなったと知らせなければなりません。葬儀には複製した死体を用意しました。2003年8月14日、合衆国北東部からカナダにかけて大規模な停電が発生。SCP ジェネレータの初期不良により、サイト62はこの53分間の間、完全に光源が失われました。施設職員は非常な存在を察知することはできませんが、生物や人間の感知を報告しました。選抜された施設職員に、付録 A を読む許可を与え、感じられた生物は人型の大柄な緑色の生物だと述べました。時空間異常、SCP-4 は時空間異常を伝播するようです。施設を出た職員は時間のロスを報告しました。施設に数週間滞在した者は数日しかそこにいなかったと主張し、勤務記録と物資の消費がそれを裏付けます。その他の時間異常は SCP-4-2 から13により発生し、特に SCP-4-CAS-1 と SCP-4-CAS-2 の再出現は SCP-4 の使用から正確に、年の地に当たります。はこれらの時間異常をあらゆる側面から調査するよう割り当てられました。空間異常は SCP-4-7 によって解放される空間のありえないほど大きな次元を含みます。同様に2003年の停電事件はサイト62の所在する空間に同時に別世界が存在することを示しています。追記、SCP-4 に関する試験により、10の鍵は SCP-4-1 を人類の住む次元とは物理法則や位相がはっきり異なる場所と接続することが明らかになりました。敵対的な条件に出くわした被験体は引き裂かれ、体の部位は異なる場所に投棄され、それらのうち3つだけが地球上にあることが確認されました。3つのうち2つは即座に出現し、3つ目が出現したのは正確に、年の地です。その他の7つは現在不明です。現在、試験の目標は2つに絞られています。第1は SCP-4 の敵対的な位相から帰還する方法を発見することであり、第2は、削除済み。が SCP-4-2 から13は SCP-4-1 以外の扉を開けられるかもしれないという仮説です。付録 A、SCP-4-12 の精神衛生上の影響。SCP-4-12 を使用したすべてのクラス D 職員は硬直状態で帰還し、
会話が不可能です。自身の目を引っかく程度の力が残っていることもあります。被験者16人のうち、4人だけが生存しています。長期の精神医学療法により、1人だけが言語を回復しました。彼は精神病院に、大柄な緑色の生物を見たと、そしてその生物は自身の視野に収まりきらないほど大きかったと話しました。彼は本能的な恐怖と突然の、彼自身の一番の恐怖に深く埋め込まれたかのような、感覚を訴え、部分的な、記憶移植を要求しました。被験者は強い準構成記憶喪失を示していました。付録 B、追加情報、アイテム番号、SCP-4-14、発見日時、1950年9月2日、オリジン OF オブジェクト、対象は廃工場内のどこか、未知の工場長のオフィスで発見されました。説明、対象は大きな、ニスを塗っていない木箱です。箱は、安全な、鍵である SCP-4-7 と、安全でない、5つの鍵、SCP-4-1 の文章参照、で解除できるようです。SCP-4-14 を SCP-4-7 で解除したところ、箱は蝶つがいで自動的に開きました。箱の内部空間の容積は正確に外寸の5倍の大きさです。蓋を開けたままにしている間、内容物は箱の重量その他の影響を受けません。しかし蓋を閉め施錠した時、すべての内容物は永遠に消え去ります。箱の内部で施錠された職員もまたそうなりましたが、このように消失した職員は、削除済みの体験する夢にはっきりと影響をもたらします。